はい、見てくださってありがとうございます。それでは早速1曲目スタートしたいと思います。ドンテンスタートです。はい、始まります。去年に引き続きね、この準々決勝、準決勝、決勝、はい、出てくださってる方もいらっしゃるので。そうですね、はい、結構前回出て、今年も出てくださってる方、はい、さあその場数がどう出るか、始まります。もう1曲目でここの最初の入りって本当に嫌だと思うんですけど、皆さん全然苦にしてる感じがないですね。そうですね、はい、さすがだと思います。結構このチームはノート大きい方が多いですね。そうですね、大きくされてる方、 TMSK さんとか、はい、割と大きめです。皆さんも結構大きいのかな、などヒイラギさんの、まあ、リズムアイコンも大きいですね、はい、横長の。そうですね、TMSK さんがミラーでやってる感じですね。はい、ちょっと癖のあるプレイの仕方かもしれませんね、うん、そうですね、独特な設定かもしれない。140ぐらいあるのかな、マックスかな、もしかしたら。どうですかね、140、50とかありそうですね。ヒイラギさんで110ないし20ぐらいなのかなっていう見え方の気がしますが、今まで来ても余裕を感じますね、やっぱり。そうですね、はい、全然皆さん見せらないので、まあ、ここが難しいとかなかなか言っても説得力がないんですけども、はい、結構サビ前の片手で、はい、連続して叩かせる部分とか難しいブルーに入るのかなとは思うんですけど、はい、まあ、そこで今日ミスってる方まだ誰もいらっしゃらないので、はい、はい、さすがだなと思ってます。さすがですね。終わりに差し掛かってますが、そうサビがね2回来るっていうところもまたちょっと集中力がたるむポイントではあると思うんですけど。そうですね、はい、僕とかだとやっぱり AP で言ってると最後になればなるほど緊張してくるので、もう最後の1個でグレートが出たりとか、はい、よくあるんですけど、はい、そうですね、1個ミスっちゃうともう決勝いけないかもしれないみたいなプレッシャーがあると思うんで、この辺かなり緊張すると思うんですけども、はい、全然グレートとか見えないですね。わー、はい、皆さん同じ数字でした、はい、全員フルコンでした、はい、はい、ハッシュタグで見てたんですけど、やっぱりタップアイコン四角人気みたいですので本日から四角でやっていきますとかあります、はい、ね、これ去年も触れたんですけど、なんか比較的リズムの精度が取りやすいんじゃないかっていう話で、それが多いんじゃないか説がございます。そうですね、目押しがしやすいのかなと。目押し、はい、ラインにちょうど重なった時っていうのが一番分かりやすいノートなのかなとは思います。なるほど、はい、それを目押しっていうんですね、業界用語みたいな感じですかね。そうですね、スロット用語なのか分かんないですけど、はい、いつもゲーム業界、業界語、はい、おい、続いて2曲目の準備をしております。2曲目はサバイバーネバーギーバップですね、はい、こちらがやはり先ほど言ったちょっとね癖のある譜面になってる楽曲かなと、ね、やっぱりでも苦手って人多いですね、まあ、あとエキスパートの結構癖がついてる人とかイメージがついてる人とかだと余計にスペシャルで予想外のものが来たみたいなことはあるかもしれないですね。そうですね、どうしてもなんとなく肌に染みて覚えちゃってるんでね、このそうですね、はい、差異がちょっとどう出るかっていうのは、はい、かなり初期の段階で出た曲なので EX 自体は、はいはい、なので結構皆さんの記憶に残ってる可能性もあるかなと思ってるんで、はい、その SP なんでちょっとやりづらいのかなっていうのももしかしたらあるのかなと思いました。はい、なんかさっき MC のお二人がビッグ解説してたって言ってたけど、はい、それなんか我々よりちょっと面白そうで悔しいですよね。なんかいやね、悔しいですか。選手の皆さんを特別扱いする MC なんて聞いたことないんですけど。はい、なんかちょっと羨ましくなっちゃった実況席の大塚がおりました。それ私もやりたいな。さあ起きましたって、ね、あんまりでもそういらっしゃらないんであれなんですけどね。はい、心なしか乱れております。いいなと思って。はい、ビッグつけたことありますか。僕ですか。僕は、はい、いや、ない、ありましたっけ。ないと思います、はい。他人に確認するような。いや、なんあ、そろそろ準備ができたようです。はい、
シーマさんがカツラをしたか否か後ほどに置いておきましょう。さあ2曲目サバイバーネバーギブアップスタートです。どっちかな、カツラをしたのかしてないか始まります。はい、いや緊張しますね。いや見てるだけで緊張します、はい、最初から早いんですよね。確かにこの一度覚え練習して覚えて、はい、できるようになったサバイバーネバーギブアップの後にこのスペシャル君のちょっと、はいはい、ちょっとミックスの癖がついてると危ないかもしれないですね、はい、ちょっと嫌がらせのような、まあ準々決勝にはふさわしい楽曲になってるんじゃないかなと、はい、思いますが、この辺でフリック混ざってくるところとかも結構いやー嫌ですね、はい、精度取りづらいとは思うんですけど、はい、なんかもうなんか動体視力追いついてない感じを否めないんですが、そうですね、皆さんスピード速いんで、はい、普段の我々のプレーより速いんでちょっと、あ、そうなんですね。どれくらいでやってるんですか。僕は結構遅い方で、はい、まあ、最近 9.5 とかに、これでも速くした方なんですけど、はい、そうなんですよ、私ずっと 8.6 でやってるんで、はい、そうですね、はい、なんかやっぱり速い方がいい、まあ、精度は取りやすいですね。あー、なるほど、はい、まあ、AP は比較的取りやすくなるんじゃないかなという、まあこの駅まで行くともうなんか私的には分からないなという感じなんですけど、はい、まあ、そういう意図もあって皆さん速い早く設置してるんですかね、はい、くねくねしたスライドとかは割とスピード速い方が移動距離分かりやすいって、はい、取りやすかったりしますね。なるほど、今の4連フリックとか結構落としやすいんですけどね。まさにちょっとここはきつかったかなという雰囲気は見えますね。はい、終了です。いやすごいです、はい、こちらの2曲のスコアの集計をただいまより行わせていただきます、はい、すごいですねやっぱり。いや すごいですね、はい、この緊張感でやっぱ最後まで続くこと自体が、はいはい、すごいと思います。いや本当になんか今日はよく帰って美味しいものを食べてあったかお風呂に入ってよく寝てほしいなって本当まだ始まったばっかりなんです。あ、本当にそうなんですよね、はいはい、なんとびっくり、まだね1時間半経っていないという、はい、感じです。今日は、非常に長丁場にはなると思うんですけど、はい、どこどこにとってもね感動するポイントやふふっと笑えるポイントがあると思うので皆さん何卒よろしければ最後までお付き合いをお願いします。はい、お願いします。はい、今のところ一回もグレートっていう文字が僕には見えてないですね。私も見えておりません、はい、精度が高すぎて、はい、これねちょっと表示はね最後まで隠して結果がどうなるか最後までわからないっていう感じになってるんですけど、あ、せっかくなんでこれ聞きたいんですよね、はい、千島先生、去年の解説は一夜漬けだったようですが、東大の試験も一夜漬けだったという話は本当ですか。クラフトエッグ社員より悪い社員がいるんで、あ、どうだったんですかね、はい、ちょっと後でなんか東大、はい、まず東大ご出身なんですか。そうですね、はい、去年もなんかこの話した気がするんですけど、はいはい、でも、ね、初めて見てる方もいらっしゃるんで、何学部だったんですか。工学部です。一番入りやすいところです、すごい、はい、いやもう入りやすいかどうかすら凡人には分かんないんですけど、工学部で何してたんですか。何してたんですかね、はい、はい、研究シミュレーションの研究とかしてました。何の研究、はい研究、はい、え、東大って戻ってきた、おかげさん、この話大丈夫ですか東大、え、一夜漬けで入れるんですか。だわだわ、それは言い過ぎです嘘です、嘘だと思う。確かに敵を作る発言に何かね、今まで頑張ってきてみたいな。でもいっそ言ってほしかったですけど、ね、あ、はい、まあ入れます、あ、まあ見れば頭には入ってくるんで、はい、怖い怖い怖い、はい、というわけでここでちょっとあの選手の皆さんにインタビューの方をしていきたいと思います。まずは TMSK 選手です、お願いします。いかがでしたか。今回初めての挑戦で緊張してしまって思うように叩けなかったんですけど楽しかったです。思うように叩けなかったんですか。そう、すごい結果残ってるような気がしましたけど、空にしか見えなかったね、うん、まあでも確かにいつもね
違う環境ですからね。ありがとうございます。では続いて彩香選手お願いします。はい、自分も2回目の挑戦だったんですけど、あんまり大きい緊張とかなく、程よい緊張感を持ち、プレーできたのですごい楽しかったです。ありがとうございました。すごい楽しんでくれて何よりでございます。楽しいって言っていただけて、では続いて柊木選手お願いします。あ、相変わらず、とにかく出れたことにまず感謝して、自分のベストは尽くせたと思います、ありがとうございました。ありがとうございます。ベストが一番ですからね。そうですね。では続いて雪乃選手お願いします。あ、はい、そうですね、みんなよりも結構自己ベストでは負けているんですけど、うまくコンボをつなげたので良かったなと思ってます。大事、コンボをつなげるのがね。そうですね、まずは大事ですからね。はい、はい、では続いてカルミア選手お願いします。はい、カルミアです。皆さんいいことをおっしゃってる中でちょっと申し訳ないんですけど、はい、豊田さんがさっきリペイントと周り雪月花を言ってしまって、僕それやりたかった。あ、逆にやりたかった。やりたくない人いっぱいいたよ。残った3つが全部苦手でちょっと逆にか、ごめんね。それがちょっとあれでしたね、違かったすごい今日みんなからクレームもらって私ね、楽曲でごめんごめん、逆にね、まあそこら辺も運っていうところがありますから ね、ガチャ運みたいな、ね、そうですね、とこですからね。はい、というわけで、ちょっとあれでしたけれども、はい、皆さん楽しんでくれたみたいでよかったでございます。はい、ではスコアの集計が終わったようです。早速ご覧いただきましょう。個人戦準々決勝のグループ C の結果はこちらです。はい、TMSK 選手と彩香選手、おめでとうございます。おめでとうございます。見事準決勝進出でございます。いやすごい、でもやっぱ本当みんなスコアが安定して、本当下の台で争ってるって感じだね。いや、あの桁のね、なんかもうフルコンは絶対みたいな、ね、当たり前のような感じがね、すごいでございますよ。でございます。惜しくも、はい、あの敗れてしまった皆さんも素晴らしいプレーをありがとうございました。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。それでは選手の皆様は、ご退場ください。ありがとうございました。ありがとうございました。忘れ物なきよう。なきよう。皆さんね、ヘッドホンなりいろいろ持参されておりますからね。そうだよね、イヤホンタイプの人もいればヘッドホンタイプの人もいるっていうことで。ユキはどっちが多い？私でも、イヤホンかな。あ、イヤホンな気はします。プライベートで普通に使うのもイヤホンタイプ？そうですね、なんか外して、こう、スピーカーでやるのも全然、できるはできるんですけど、やっぱなんかイヤホンでした方がわからない譜面、難しいリズムとかは取りやすくなるのかなと思ってやってはいますけど。なるほどね。萌え氏はどうです？私なんかさ、ガルパの生放送でイヤホンを引きちぎって、え？なんか何回か物壊してるんだけど、ガルパの生放送で。そう、一回イヤホン引きちぎったからあんま向いてないのかなって思ってる。それはよっしゃってなりすぎて、いやなんか隣にひよさん、いかさよこさんがいらっしゃって、なんかひよさんとわちゃわちゃしてたら、ひよさんの椅子に引っかかってるのに気づかずブチーってなって、マジーっていう、何してんのっていうのを一回ひとくだりやったっていう。なるほど。ちょっとイヤホンはトラウマがあるかな。確かにそれは、壊れちゃいそうね。スピーカーでやりたいかなって私は思います。はい。